テレビの看板番組、24時間テレビ、26、27日の人気企画、ジ・ヤリティマラソンのランナーは放送当日に発表されることになった。2017年のブルゾン・チエミ、藤原しおり以来となるが、子の時とは、事情が全く違い、消極的な当日発表だという。一体、どういうことなのか。19日放送の日テレ系、小チャンネル内で、24時間テレビの総合司会、羽鳥慎一アナは、今年のランナーですが、実は当日発表でございますと伝えた。例年、事前に、ランナーの名前が発表され、マラソンの練習風景がオンエアされるなど、番組盛り上げに大きく寄与してきただけに、異例の事態となった。過去を振り返れば当日発表というのは、17年にもあった。この年は24時間テレビの出演者全員に、マラソンランナーの可能性があると通達され、練習メニューまで渡される念の入れようだった。このような形にした目的は、事前に誰が走るのだろう、と視聴者に興味を持ってもらい、スタート時により注目してもらうためだった日テレ関係者17年が、積極的な当日発表ならば、今年は消極的な当日発表と言えるだろう。なぜなら今年の24時間テレビには逆風が吹き荒れているからだ。メインパーソナリティがなにわ男子で、系列の読売テレビのスペシャルサポーターは A グロ、アップ、中京テレビのメインパーソナリティは美少年とジャニーズ所属タレントのオンパレード。決して珍しい光景ではないのだが、今年はジャニー喜多川氏の性加害問題が全く収束しておらず、ジャニーズ24時間テレビにも批判的な目が向けられている。日テレとしては番組を盛り上げるため、いろいろ発表したいところですが、変に目立ちすぎてしまうと、ジャニーズの性加害問題と関連付けられてしまう恐れがある。そんな中で、マラソンランナーを発表すれば、そのランナーにもどんな声が届くかわからない。事前に発表しなかったのは、目立つことを避けたということでし、要、制作会社関係者一体今年は誰が走るのか。局内でも観光令が敷かれている前出日テレ関係者と、トップシークレット扱いのため、様々な噂が流れている。その中で最も多く名前が出てくるのは、なにわ男子のメンバーだ。そうだとすると、24時間テレビ内でドラマにで演する道枝駿佑は、まず真っ先に外れるだろう。有力視されているのは大橋和也、藤原丈一郎あたり。大橋は現金をモットーとしているので、マラソンにはうってつけ。また、プロ野球、オリックス大好きの藤原は最近、日焼けしていると言われており、それこそ、マラソンの練習をしているのではないかとさ、囁かれているのです。芸能関係者例年とは違って変にざわざわしている24時間テレビで、誰がランナーを務めるのか。